実は日米対戦合同訓練は世界でトップと言われているんだけど、知ってた？もちろん知ってるよ。日本とアメリカの軍の連動はピカイチだもんね。世界中から一目置かれている強敵は日米同盟と誰しも思っているほどだからな。きっと中国の海底太平洋進出が思い通りに進まないのも日本がいるからだろうね。やりたい放題のように見えるけど、日本がいるからこそ相応の抑止力になっているんだよね。そういうこと。さて今回は、そんな中国海軍と思われる潜水艦が接続水域内を潜航していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2020年6月20日、日本の接続水域内にあたる鹿児島県奄美大島の北東方向で、6月18日に潜航する外国の潜水艦を発見したことを防衛省が発表したよ。その時他国の潜水艦を発見したのは、海上自衛隊保有の P1 哨戒機や P3C 哨戒機、護衛艦加賀などとなっているんだ。実は他国の潜水艦が接続水域内を潜水通過するのを確認したのは2年半ぶりであり初めてのことではなかったんだよな。ちなみにどの国の潜水艦なのか、その目的などを防衛省は、海上自衛隊の探知能力に関わるものであるから公表できないとして部隊保全を守ったぜ。政府関係者はおそらく中国海軍の潜水艦だろうと見解を出して保全を守れない人もいたみたいだけどね。だね。ちなみに接続水域とは、その国の領海領土から 22km の外側のことであり、かつ領土から 44km の範囲内のことを表すよ。その先の地域を排他的経済水域 EEZ エクスクルーシブエコノミックゾーンと示されていて、潜水艦が領海を航行する場合には、海面まで浮上した後に国旗を、掲揚しなければならないという決められたルールがあるんだ。つまり領海の潜航禁止は法的にも決められていることなんだよな。その国の領海内では漁業も行われているということを考慮すれば潜水艦が存在を明らかにするのは当たり前のことだぜ。一方で接続水域内では自由に潜航しても良いという海のルールも存在するよ。要するに、前途した事件も日本の領海ではなく、接続水域であるため潜航禁止ではなかったということになるんだ。しかし領海ギリギリの線を往来していたとなれば、不審潜水艦として注意を受けるのも仕方のないことだよね。この事態に対して海上自衛隊の潜水艦林尾の元艦長などを務めた伊藤氏が以下のように述べたよ。あれは中国の潜水艦に間違いないだろう。わざわざ接続水域を潜って通るということは、完全に意図的なものとしか言えない。我々人間に指紋があるように、スクリューの回転音など、それぞれの潜水にも独特の音紋というものがある。詳しく話すことはできないが、海上自衛隊はそれらの情報をすべて持っているため、どの潜水艦かはすぐに見当がつく。不審な潜水艦は海上自衛隊に捕捉されているということも理解している上で、その探知能力を試すのが一番の目的だったとも言える。中国の習近平主席による独裁体制が確立して以降、ナショナリズムを高揚させるために、軍が主導して対外的に強硬策を取っているというのはご存知だろうか。尖閣諸島での行動もそうだが、実は去年から実行されている。平時においても様々な動きで抑止力をぶつけ合い、睨み合いをしているというのが水面下で起きている現実なのだ、と答えていたんだ。自衛隊の情報力を舐めないでもらいたいね。それを理解した上で試すようなことしているんだから、余計に立ちが悪いよな。中国に関しては2019年時点で60隻以上もの潜水艦を保有しており、この数は日本の保有数25隻をはるかに上回っているんだ。確かに数字だけで見てみれば海上自衛隊は中国に追い越されている状態にも見えるが、問題は潜っている潜水艦を見つける能力の差であって、今は米海軍がナンバーワンと言われているが、1990年代までは海上自衛隊が世界でトップだったんだよ。海上自衛隊の潜水艦能力は横須賀の米海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていたため、アメリカに引っ張られるように上達していったんだ。それに付け加えて P3C 500機体制にしたこともレベルアップにつながったってわけだね。1998年にハワイ沖で行われたリムパック演習に日本も参加しており、当時林尾一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させたという実例もあるよ。対戦線の技術に関してはイギリス、フランス、ロシア、中国ともに落ちており、イギリス艦の能力とミサイル防衛の能力も日本とアメリカの足元にも及ばないというのが実情だな。そんな実情があってアメリカが海上自衛隊に対し世界で一緒に戦えるのはお前らだけだと言っているんだぜ。だから、中国海軍が日本を妙に意識しているということだろうと示するよな。アメリカにここまで言わせるなんて、自衛隊ってすごいね。
国民の僕たちも鼻が高いよ。実は海上自衛隊は1980年から40年も前からリムパック演習に参加しているんだ。また、1998年のリムパックには日本、アメリカの他にオーストラリアと韓国も参加していたよ。近年の他国艦艇の行動に関して、中国潜水艦の潜航を受けた当時の河野太郎元防衛大臣は自衛隊に対して、緊張感を持って情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すようにと指示を早急に出したんだって。このように他国との緊張感を煽るような出来事を、わざと国内外に知らせるコラコエホエ戦略の一環なので驚くことではないぜ。この活動の課題について再び伊藤氏が、私は2001年の同時多発テロ 9.11 前後の年にワシントンで駐在武官をしており、当時アメリカではエンベデッド記者などが従軍するという意味という言葉があり、戦場に記者を同行させ、軍の同をありのままに見せるということをやっていると聞いた。私はこういう時代を待ち望んでいたと感動したのを覚えている。その後、自衛隊の広報室長の職も務めたが、日本のお役所作業というのは、どうしても硬い部分が多くて、記者などの外部の人間に情報を提供したり、実態を見せたりするというのを回避したがっていた、とコメントしていたよ。要するに一般国民が国防にかかわることを教えるのが難しいというよりも教えたくないという雰囲気が、強調されているということが言えるな。しかし、海で働く人たちというのは海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではなく、漁業関係者のみならず、観光客を相手の商売をしている人も多数存在しているわけで、そのような同種業者の人たちを含め、多くの人々に日本が抱える対外的な課題を知ってもらうことが必要であると訴えたいぜ。海上自衛隊が握っている機密が漏れてしまえば、日本に危険が及ぶことは百も承知しているよ。しかし国民を隣国に存在する敵国から守るのが自衛隊であるならば、海の働く人たちの安全を守るためにも、防衛省や国の機関は海上危険情報として密かにでも公開してもらいたいと強く願うね。今後も日本の領海や接続水域を脅かす近隣国の不審潜水艦を早急に海中掃除してもらい、次は国旗ではなく白旗を上げてもらえることを楽しみにしておこうか。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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